22장 24절 한절 1세트오 미마스. 우리 다 같이 합독을 하도록 하겠습니다. 시온 요미마쇼. 슈노미 고토바와 마스마스 사간 이날이 히로마테 있다. 아멘. 미나사마 헤이안니. 아나타와 세카요 이카스 센쿄시 데스. 그 황무한 땅을 아라하테타 치오 유즈리 마쇼. 할렐루야. 할렐루야. 이미 고인이 되셨습니다만은 한국 교회에 뭐 낙고나리마시타케도 한국의 교회에 영향을 아타에타 복시상가 기도란 무엇이냐? 이노리와 난데스카? 또 예비타이어가 아니라 핸들이다. 요비사레타 타이어じゃなくて 한달다. 또 운전하시는 皆様は よく 아카테이마스케도 車に 요히노 타이어를 持って いるでしょう。 その予備タイヤがあざという時のダメなんですけど、祈りをそんなに考えている方がおられます。問題にあったら予備タイヤを冷めるように祈ります。じゃなくてハンドルだと言いました。ハンドルだと。それは いつも行く時それを握っていくのがハンドルです。それを逃すとどうなるとわからないんです。だったら今も祈りの中にいるわけです。それが信仰生活です。花教会のすべての生徒たちが、私たちは問題にあったら今も祈りの中に行って主が 全てに答えを準備して祝福してくださることを確認して整理する、勝利する皆様になれること。先週にはそれで今も祈りの中にいるものというタイトルで、私たちたくさんの考えをしていますけど、それを祈りにつながる 方法を知らないんです。それで祈りの中で今もあれば、御言葉が本当に生きていることを経験します。それで今も伝道の働きがあるはずです。それで重要なのは今も私の生活の全部が祈りの中にいることです。 生徒の中でこんなに言っている方も大勢います。私は祈りがよくうまくできない、伝道ができない、また御言葉が握られない、そんなことを言う方が大勢います。私の祈りの答えがない、働きがない、主の働きがないと考える場合が多いあります。 すでにその考えを持っているのが錯覚です。その考えを捨てなければならないんです。伝道師者の3章11節に、神のなさることはすべて時にかなって美しい。神は私人の心に永遠を改めた。しかし人は神が行われる御業を始めから終わりまで 見極めることができない。神様の初めから終わりまで人はわからないと言いました。それで主が神様を全部作りましたけど、すべて時にかなって美しいと言いました。すべてのことには神様の 時期と計画があるんです。それで今祈りの中にいるものは、それが見られます。すべてに神様の時間表がある。神様の計画がある。今問題があっても、難しさがあっても、そこに落ちなく、神様の時間表があるのを分かっているから、神様の計画がそこにあるのを分かっているから、 大部の人々が信仰生活を自分の自身の基準に合わせてやっています。それで神様と信仰生活をよく分かっていないんです。
今日賛美台の賛美で神様に光栄を捧げましたけど、私を超えて、私を超えて、信仰生活はそこにとどまっていたらいけないんです。自分にとどまっていって、神様の契約、計画と時間表を見られないんです。ヘブライ書11章に見れば、信仰生活に勝利した方々を並べて、信仰でという言葉です。信仰でと続いていっております。神様の契約を見て信じている私たちは、信仰で挑戦するとき、神様の働きは神様の時間表に合わせて、計画になって成し遂げられます。それで毎日私たちがすることは、不信仰を捨てて信仰を選びなさい。今祈りの中にいれば、祈りの中にいるものなら、信仰を選びます。金曜日に、金曜日の時、ロージーブで賛美をしました。特別賛美をしました。先週の金曜日にはロージーブで賛美をしたんですけど、その時本当に私、心から恵みを受けました。感謝し、その本当にハンディカップのあるもの方々なんですけど、歌詞の一節一節が本当に私の心に響いたんです。感動を与えてくださいでした。私たち最後に賛美した、私を読んだ方々は私より大きい、一番良い道で、安全な道で、今日も私たちを導かれることを信じますという歌詞です。私の考えより大きい、私を読んだ方は、私で考えることがあるでしょう。で、私に対した計画、私自身も自分の計画を探します。神様の計画が、結果を、でも私でそれが図らないと、それで一番いい道で、安全な道で、私を今日も導いてくださると、今も祈りの中にいる者はこんな信仰を持つべきです。今どんな答えもなくても、苦しみが続けても、一番いい道で、安全な道で、私を導いてくださる神様を信じるという告白、今も祈りの中でいれば、そんな告白が出られます。問題にあって祈ることじゃなく、いつも祈る、今も祈りの中にいるもの、いつも祈りで何でもやっている花教会の聖徒になることを祈ります。今日のタイトルは、神様の御言葉の働きの中にいる伝道師です。アナメンでは、本当に弟子の生活は、働きと答え以前に、神様が私と共におられるキリストを毎日味わうことです。私は本当に答えを受けるのが好きです。でもその以前に、キリストが私と共にあることを味わうと、それが答えで、それが働きです。キリストが私と共におられるというのは、それはインマヌエルでしょう。私たちに一番重要な答え、働きはインマヌエルです。インマヌエルが私の答えで、働きです。
だったらそこで聖霊の働きを見、誠の希望を持てます。それで私だけの時間にインマヌエルができなければならないんです。本当に深い呼吸の中で祈りの奥義を探して、自分の時間にインマヌエルの秘密を味わえるなら、今の時代は中毒の時代です。中毒の前に何か執着しています。執着していって分裂が来、それである面で、ある面に中毒になるんです。で、今日本当に今度重要な中毒、治癒되든안되든中毒が癒されるかないか、執着を超える24、25、永遠の集中の中に入りなさいと伝えてくださいました。執着が出て分裂にそれで中毒になるんですけど、みんなが癒されるのを願っていますけど、執着を超える24、25、永遠の集中に入りなさいと。我慢しようとして我慢できるんじゃないんです。中毒になった人々は、少しでもそんな環境になったら、そこに自分も知らずそこに落ちてしまいます。それが我慢しようとできることじゃないんです。本当に24、25、永遠の集中に入ったら、そこにいつ私がそこに落ちたか、それを知らないぐらい、本当に深い呼吸の中で祈りの秘密を味わって、神様が私と共におられる、それを、それでだったら他のことは考えられないぐらい、私と共におられる主との時間、インマヌエルの時間を味わう、自分きりの祈りの時間を持つ、今も祈りの中にいるもので、すべての問題実験を答えで見られる皆様になれることを祝福します。すべての問題、それは今も祈りの中にいれば問題が答えで味わえるんです。難しさが難しさじゃなく、神様の計画に見られます。今日本文に見れば、使徒ペテロは誠の祈りの答えを持っていたから、どこに行っても誠の平安を味わいました。どのぐらい祈りの奥義を味わったんでしょうか。天使が来てペテルの、ね、眠っているペテルの使徒12章 全体を読んでみると、本当に危機の時間でした。牢に入っていって寝ていました。でも本当にそんな、それは当たり前のことでしょうか。ヤコブはもう死にました、殺されました。それでペトロは牢に入っていたんです。そこで寝られましょうか。ちょっとの問題にあっても、私たちは眠れなく心配している私たちです。今も祈りの中にいるペテル、インマヌエル祝福を分かっていたペテルだから、本当に安らぎにあったんです。で、祈りの中にあった初代教会の人々、危機が危機じゃなく、その危機を通って、今も祈りの中にあって、本当にますます
이게 하나님께서 우리를 부르신 계획이죠. 여러분 통해서 말씀이 흥황하여 세례를 미코토바가 사건이 날이 히로마테 있다데스. 소레데 우리를 부르신 부름 앞에 아타시타시노 가테이니 소레가 아라와 사레루 코토오 네가오 카미사마노 계획. 소레데 헌봉오 토테 중요한 카미사마노 계획을 니기루 미나사마니 나레루 코토. 역사 속에 있는 자들로 전도자들로 승리하는 그런 축복된 응답 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 그럼 먼저 첫 번째입니다. 따따라 하지 1번目に 지금도 기도의 비밀 속에 이마모 이노리노 하나님은 옥국기의 안에 있는 모노다치니 오늘 본문을 통해서 말씀하셨습니다. 교노 헌봉을 통해 전도자의 1번目に 전도자니 구루 구루시민이 담아 사레나이데 어려움에 속지 말라는 것입니다. 구루 구루시사니 무즈카시사니 騙されなくよく見なさい、ちゃんと見なさい。ユダヤ、サマリアまで福音が伝えられる働きがあったんです。それと逆に福音が伝えられると反対に、そこに迫害と逼迫がもっともっと強く続いて、強く切っていました。それを聖書で見られます。それでヘロデが使徒ヤコブを掴んで殺しました。それが今日読まなかった12章の1節2節にある内容です。ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したんです。それでヘロデはユダヤ人の心と人気を得るためペテルを掴んで牢に入れたんです。それが3節4節のこと。それは本当の杉越の祭りの後だったから民の前に引き出す考えであったんです。それで4名ずつ組になって牢を守ったんです。施設にそんなに出ています。それで死人一組に兵士四組に引き渡して監視させたと。初代教会の本当に大きな危機でした。ペテロが死になるそんな環境になったんです。それで6節に見ればそんな環境でもペテロは寝たと。兵士の間で寝ており、独自にそこでペテロは彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは日本の鎖につながれて二人の兵士の間で寝ており、その中でも平安に寝て、御使いが現れ光が牢を照らして、もうペテロが寝ていて脇腹を叩いて彼を起こしたと。それで本当に死を転がらないぐらいペテロは平安で出たと。インマヌエルのその本当に秘密を味わったからと思います。世の中にどんなことがあるかわからないでしょう。隣にどんな状況になってもそれに関わらず기도속에있는자로인마누엘의비밀을누리게될때에모든것들을놀라지않는그런비밀은지금도기도속에있는것입니다.성경과교회사를보면은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 성경イエスを信じているのにどうしてこんな問題が来るか。本当に聖書を見れば、私本当にいろんな難しさがあったでしょう。
パウロもそうでした。どのぐらい苦しみにあったでしょうか。コリントに11章23節から27節を見ると、その39の鞭を受けたと。それで3回は鞭で、それで石で、それで破線したことが3度あり、一週の夜会場を같이 한번 읽어보십시다. 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 종족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 강도의 위험과 도로보의 위험과 도국민から 受ける 難しさ 이호진から 受ける 난 도시의 난 아라노의 난 가이조의 난 리세兄弟의 난이 아이 苦しみにたびたび眠れぬ夜を過ごし、飢え渇きしばしば食べるものもなく、寒しさに吠え肌になっていったこともありました。でもパウルは本当にただ御言葉のみ誇る、神様の御言葉に그리스도のみ誇る、それがパウルでした。御言葉の中にあった時、全ての迫害も来る難しさも忍べる。問題は破壊と難しさじゃないんです。本当の問題は その中に御言葉がないことです。契約がないことです。御言葉の契約がないから問題に来ると本当に共に譲れてしまうんです。神様の御子供に約束したのは、神様の契約と答えるのが隠されているんです。神様が許したものです。神様の子供でしょう。だったら皆様にある全てのことは、そこの神様にが全部しているもので、神様が許したものです。だったらその苦しみが、その中に神様の計画が導きが隠されていることです。イザヤ55章8節に、私の思いは私あなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道より高く、私の思いはあなた方の思いより高いと書いています。神様が許した難しさ、私たちは分からないんですけど、神様の計画と導きがそこに隠されていると。だったら本文に皆様が殉教になって、ペテルも投獄になっているんですけど、神様が生きておられること、御言葉の働きがあることを見せるための計画がそこにあるんです。それで問題と破壊があっても、逼迫があっても、驚くべきはないんです。そこには神様の計画が成し遂げられる過程です。その過程にあることです。神様の計画と計画が成し遂げられる過程にあることをよく見なさい。本当に神様の働きの中にいるものとして重要なのは、よくちゃんと見ることです。2番目、神様の働きを信じる信仰の人になりなさい。騙されず、神様の働きを信じるものになること。
神様が天使を送って、ご使いを送って、本当にペテルの鎖を消えたんです。それで、シナイまで通る鉄の門まで導きました。それが十節に出ます。はじめにはペテルまでそれは幻と思ったんです。それで気がついてみたら本当に御使いを見つかりを起こってついて11節にその時が ペテルを我に返っていった。今確かに分かった。主が御使いを使わしてペテルの手からまたユダヤ人たちの待ち構えていったすべての災いから私を救い出してくださいましたと告白したんです。その時ペテルが祈ったその時御使いを送ってペテルを牢から出してくださったこと。神様は初代教会がペテルのため祈ったその時間に御使いで重要な門を開いたんです。何日間祈っていったのは書いていないんです。でも祈るエルサレムの教会に続いて祈らせて、ヘロデが殺そうとするその前日前の日に御使いがペテルを牢から救い出したんです。神様が自身が答えていることを正確に知らせたことです。自分が答えていること、それを知らせるためその前の日に ここで私たちは重要なことを思い出さなければならないんです。祈るときすぐ答える場合もあります。ダニエル書に見たら神様がダニエルが最後の時ある重要なことに対した幻を見せたんです。そこで神の人がダニエルに来て、ダニエル神のおっしゃることのため来たと。12節にあなたが自身から本当に神様に膝をまくその時にその答えをあなたに伝えるため来た。私たちが祈る時神様の約束を握って膝をまくその時、本文にはその前の日に何日間祈った方は分からないんですけど、続いて祈らせて神様の正確の時間に答えで天使を通ってペテルを救い出したんです。先週の午後に私が言いましたけど、ヨセフが牢に入った時、そこで夢を説明しました。その時すぐ答えが来たんじゃなく、ヨセフが牢から出て王の前に出た時、神様がその解釈した夢を隠してその時それを表して夢を説明することで王に答えをあげる、そんな部分が出ます。神様は本当に正確な時間表に合わせて働いています。イスラエルの民が一度は本当に滅亡する危機があったんです。ハーマンのことで全イスラエルが本当に危機にあった時、その時エストの叔父であった
하만과 그러니까 에스더가 뭐라 했습니까? 에스더와 私は 王の前に 行きますけど 全民が 私のため 3日間 祈ってください 禁止食しながら それでエストが 王の前に 行ったんですけど 神様が なさったことなんですけど 王が 王宮を 歩いて歴史書を見てその本を読みながらモルデゲが自分のためのダメやった本当に美しい記録を見て私がやった全ての祈りは神様が危機の時隠して知っておいてそれを表してくださることです私たちは祈るとき私の願う通り祈ります。そうじゃないんです。東で祈って祈ったんですけど答えは西に来るかもしれないんです。私が祈ったその反対で神様が答えを来るかもしれないんです。本当に正確で私より、私よりもっと知っている主がそれで私たちは毎日今も祈りの中にいれば OK です。それでどんなに答えが来るかわからないから アブラムとロットの関係を見ましょう。アブラムは祈りする生活でした。ロットは目に見えるいい地を選んで本当に大きなお金持ちになりました。その時ソドムとコモラに戦争があった時それはアブラムとロットと 全然関係ないことでした。でもその戦争でアブラムはリーダーになったんです。指導者になったんです。それが聖書で出ている部分です。アブラムは戦争のため指導者がなったんですけど、ロットは完全に失敗してしまいました。 どんなことでしょうか。私たちが今も祈りの中にいれば、私たち関係なく行われるすべてのことも重要なことは今も私たち祈りの中にいられなければならないんです。祈りの中にいれば成し遂げられる御言葉の中にいます。今日ペテロが御使いが 見つかいを通って門の前で門を叩きます。ロデという子供がびっくりして私がペテロを見ましたと言いました。でも人々が信じなく ペテロの見つかりじゃないかと。でも初代教会で祈っていた方々は私たちが祈るとき神様はどんな働きを起こるか。私たちが祈るとき見つかりが動きます。 主を褒めたたえよ、御使いたちよ、御言葉の声を聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ。それ、私たち祈るとき、本当に主の御使いを通って御言葉を成し遂げることを信じなさい。イスラエルが、 イスラエルの民が郊外の中に入ったんです。主の列王記でもアッシルの王が攻撃した時も最後に壁を迎えて祈ったんです。その時この夜主の御使いが
18万の軍隊を動きました。皆様、本当に神様の契約民たちは祈ったら霊的な時代に本当にものすごいことがあることを、私たちが祈るとき、本当に神様は本当にご使いをする存在があるのに、それが御使いです。今も私たちが祈りの中にあると、本文で見たら御言葉がますます盛んで、なぜ御言葉が働くべきでしょうか。現場に御言葉の働きじゃなければ現場は変わらないんです。全然変わらないんです。神様の御言葉の使徒中九州、また魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて、みんなの前でそれを焼き捨てたと。そのマスルサバイエスラ는이마술가사가정독으로예수를믿지못하겠는데그현장에복음의말씀이기도가운데선포되어지니까마타혼돈이이마주츠오16절18절에보면은저많은귀신들린요정시도주록쇼주록셋즈가라와타시다치오이노리바니이쿠도초우라나이노레니즈가레타와카이온나노도레니데아이마시다케도소코데혼돈이이파우르도와타시다치노아타니쯔이테아타카라소레가사테있단데스祈りの通って、祈りを通って現場に、現場が変わったことです。私たち個人の変化も一緒なんです。私たちの過ちを人々が言うでしょう、指摘するでしょう、教えるでしょう、それが私たちを変えられますか、私たちの刻印を変えられますか。それで教えで、それが人々のそれで変わるんじゃなくて、神様の御言葉に祈りで、聖霊の働きで自信が変わるんです。御言葉を握るとき、聖霊の働きで一人一人が変わられます。ここに座っている一人一人、危機にあって、それで感謝するんです。祈ったから、その危機が祈りにあった初代教会に、御言葉がますます盛んでいったと。神様の御言葉は生きています。必ず成し遂げられる御言葉です。ヘブライ書4章12節、神の言葉は生きていて力があり、それでイザヤ55節3節、耳を向け私の心に出てこい、耳、そうすればあなた方が生きると。御言葉の中にあるもので、御言葉を聞くとき本当に生きられる。皆様がまず癒され、すべての現場が癒される祝福があることを祈ります。神様から与えられる霊的な力を回復しなさい。それは他のことじゃなく、御言葉を信じる中で、祈りの中で与えられる霊的な力です。祈りの中で御言葉を握るとき、その御言葉を神様は成し遂げられています。個人が皆様の中に御言葉がますます盛んになり広まっていくこと、それで皆様が生きている地域現場に神様の御言葉が盛んになることを祝福します。御言葉を握って祈る時間を持ちます。今日の賛美は御言葉の通りになります。です。祈りの課題を見ましょう。
말씀의 역사 속에 스베떼가 이노리오 제자의 기도입니다. 같이 한번 읽어보십시다. 모든 것에 믿음을 선택하고 스베떼는 코토니 이노리 이노리오이란데 카미사마노 지간효 미루 메가 히라카레루요니 숨겨져 있는 이마모 계획과 인도를 누리게 하고 그루시미노 나카데 아루 공항하여 세력을 얻는 역사 속에 서 있게 미코토바 사카니나리 치카라오 에루